第二次バロン戦争は、イングランド王ヘンリー三世に対して、レスター・ハクシモンド・モンフォールを中心とする、イングランド諸侯が起こした反乱。ルイスの戦いにより、反乱側が支配権を握るが、イーブ・シャムの戦いで、シモンド・モンフォールが戦死した後、王権は回復した。しかし、その精神は、エドワード一世の改革やその後のイギリス議会制に引き継がれた。 第二次紅白戦争とも言う。イングランド王ヘンリー三世は度重なる、外政の失敗、外国人の徴用、ヨーロッパ各国の多い継承問題への介入による、財政難及び課税の強化といった失勢を重ねたため、イングランドの諸侯や聖職者の反発は高まっていた。シモンド・モンホールは当初はフランスから渡ってきて、ヘンリー三世に徴用された者の一人だったが、やがて、 ヘンリー三世と対立し、諸公のリーダーの一人とみなされるようになっていた。1258年に、シュモンド・ボンフォールをリーダーとする諸公たちは、選ばれた15人により、王権を監視する、国王評議会の設置と、定期的に議会を召集する、議会に関する取り決めを定めたオックスフォード条項をヘンリー三世に認めさせ、王権に制限を加えた。しかし、 まもなく諸公間の派閥争いが起こり、それに力を得たヘンリー三世は1261年に、ローマ教皇アレクサンデル4世への承認を得て、オックスフォード上皇などの誓いを破棄した。それに対し、改革派の諸公は再び結束し、ロンドン市民など平民層も不穏な動きを示したため、ヘンリー三世は再び、オックスフォード上皇を承認した。その後、 大大使エドワードが改革への理解を示したため、恩恵派やシモンド・モンフォールに反発を抱く諸侯たちは、王党派に傾いていった。これに、危機感を抱いたシモンド・モンフォールは、ウェールズ大公を名乗っていたルエリン・アプグリフィズと協定を結んだが、これがウェールズに有利な協定だとして、ウェールズ返京の諸侯が反発した。一触即発の状態となったが、 両派とも内戦を避けることを望み、当時、公正さで知られ、ヨーロッパの調停者とみなされていたフランス王ルイ9世に調停を依頼した。しかし公正な調停者とはいえ、自身も国王であるルイ9世は、国王の権限を大幅に制限するオックスフォード条項を支持せず、条項の廃棄と反乱者への恩赦を軸とした裁定を行った。この裁定には両派とも同意せず、 シモンド・モンフォールは、市民の支持を得て、ロンドンを抑え、二人の息子を、イングランド南部、西部に派遣して、王党派の諸行の鎮圧に当たらせたが、王党派の反撃を受け失敗に終わった。勢いづいたヘンリー三世、コーンウォール伯リチャード、王太子エドワードは、ウェールズ辺境に軍を集め、改革派諸行の領地を蹂躙し始めたが、この頃になって、ウェールズとの同盟が交をし、 ウェールズ諸公は海岸線を襲って王答派の領土を立ったため、王軍は味方のワーレン白領のルイスに移動した。シモンド・モンフォールは改革派の諸公とロンドン市民党の民兵を率いて、ルイスに向かった。王軍はヘンリー三世、コーンウォール伯、リチャードの部隊とエドワードの部隊の二つに分かれて駐屯しており、エドワードは優勢な騎士隊を用していた。 シモンド・モンホールの軍は数的に劣勢であったため、一計を暗示、民兵を中心とした雑軍に、自らの旗を立てて自分が指揮しているように見せかけ、密かに騎士隊を引き連れ、ヘンリー三世の本陣に迫った。1264年5月13日、エドワードは、シモンド・モンホールの旗を立てた軍を見つけ、おとりとは気づかずに、これを攻撃刺激派した後、総統選を行った。一方、 シモンド・モンフォールは王の本人に激しく迫り、間もなくヘンリー三世、コーンウォール派クリチャードを共に捕虜とするのに成功した。翌5月14日、次の戦いに備えて力を温存していたシモンド・モンフォール軍は総当戦を終えて疲労して帰還したエドワード軍に襲いかかり、これを打ち破ってエドワードも捕虜とした。ルイスの戦いのにより、シモンド・モンフォールは 実質的なイングランドの支配者となり、各州から平民身分である騎士と都市の代表を招集した議会を開き、多くの改革策を施行した。しかし急激な改革は諸公の不安を煽り、シモンド・ボンフォールが王位を狙っているのではないかという疑惑を生じさせたため、同年にエドワードが監禁からの脱出に成功すると、諸公の大部分はエドワードの元に馳せ参じた。 1265年8月4日、イーブシャムにおいて両軍が退治した。シモンド・モンフォール軍は数的に劣勢であり、開戦後間もなくウェールズの傭兵が闘争を始めたため、戦いは一方的になり、シモンド・モンフォールや息子のヘンリーなど、主だった者が全員戦死した。この時エドワードは改革派の諸侯の降伏を認めなかったと言われ、これをもってイングランドにおける、 騎士道的な戦争は終わりを告げ、より人的被害の大きい殺戮の時代が始まったと、される。イーブシャムの戦い以降もしばらく不安定な状態が続いた。1266年12月13日にケニルワース包囲戦の降伏で王権が回復し、改革策は大部分破棄された。しかしエドワードは改革の精神は受け継ぎ、平民身分も含めた定常的な議会の開催は、 彼の知性化において実現され、以降のイギリス議会制が導かれた。ありがとうございます。